ソーラーアンドとは昼間に太陽光で塩水を含む池を温めて蓄熱し、その熱を夜間や冬季に使用する太陽熱を集積するための装置である。太陽地とも言う。暖かま砂漠にあるソーラーアンド広い池に比重の大きい食塩水を入れ、その上に真水を入れる。こうすることによって食塩水と真水との間に熱伝導率が小さい層が形成される。 さらに、この池の底を黒くするなどの工夫を行うことによって、太陽光エネルギーが吸収しやすくした状態で、太陽光を当てると地底の食塩水の温度は最高で摂氏100度くらいまで上昇するものの、その上にある熱伝導率が小さい層のおかげで、保温されるために温度が低下しにくい。この効果を利用して、昼間に蓄熱したエネルギーを夜間や陶器に使用する。 温水の温度の日間変動が少ない、構造が単純で保守が行いやすく、維持管理費用が安い、などといった特徴があり、発電機用の熱源、温室や養魚場の補助熱源などに利用される。ソーラーポンドは1902年に、ハンガリーのカレシンスキーが、ハンガリーのそばたにある天然の塩湖であるメドブ湖の深さ1.3メートルの水中で、温度が、 約摂氏70度の温水を発見し、それが太陽熱で温まった塩水が塩の濃度勾配によって大流が抑制されて冷却されないためであることを見出したのに始まる。その後、1948年にイスラエルのタボールらが初めて人工のソーラーポンドを提案した。そして第一次オイルショックの後に世界各地で活発に研究が進められた。また、 1971年には南極の都市平均気温が低く摂氏20度の場所で深さ60メートルの位置に摂氏25度の潮水槽が発見された。なお、日本では1975年から1977年の3年間に渡り、北海道東部の網走で実証試験が行われた。 英語版ソーラーポンド参照ソーラーポンドは大きく分けての二つの機構で構成される。太陽光はゴミや夕食の不純物を含まない水ならば、その大部分が透過する。池の底、太陽光のエネルギーを吸収しやすいように黒く塗り、そこに太陽光を遮らない綺麗な水を入れると、太陽光は綺麗な水を透過して、黒い池の底を温める。 そこに近い下層の水はこの底の熱で温められ、下部に温度の高い水の層が生じる。水槽下部の温度が高いと対流が生じるため、下部の熱が上部へと運ばれ、さらに大気中へと失われるため速やかに冷える。水槽で下部の温度が上部より高いと、暖かい水は冷たい水より軽いため、下部の水は上昇して、水槽表面にいたり、 そこで熱を放出することによって冷やされて重くなり水槽下部に加工するという対流が起こる。水の場合、この対流が熱を放出する最も大きいメカニズムであるため、これを抑制できれば水が冷えることを抑えられる。ところで、もしも食塩濃度が薄い食塩水と濃い食塩水があった場合、濃度が薄いものは濃いものより軽いため、 濃い食塩水の上に薄い食塩水が乗った二層に分離する。ここで濃い食塩水の温度が上昇すると、濃い食塩水は温度が上昇する前よりは軽くなるものの、もしソーラーポンドでは上層ほど食塩濃度が下がる食塩水層を作ることによって対流が起こらないようにすることで下層の水の冷却を防止する。ポンドはそこを粘土や防水処理した。 コンクリートなどで固めて、その上面を黒色に塗るなどして、太陽光エネルギーを吸収しやすくする。この池の下部に高濃度の食塩水を入れることで、下部対流層を作る。この層の上に上部の方が食塩濃度が薄くなる層を作ることで、非対流層が形成される。さらに、その上に真水を入れることによって、上部対流層を作る。以上の3つの水の層を作る。 建設費に関する情報は少ないものの、イスラエルが1984年に建築した21万平方メートルのソーラーポンドでは、1平方メートルあたり30ドルであった。ソーラーポンドは、食塩が安価に入手でき、平坦な土地があり、容易に水が得られなければ、安価に構築することは難しい。また、池からの塩水の漏えいによって、発生しる土壌船などの環境要因も、 重要である。アメリカ合衆国でのソーラーポンドの最大の潜在市場は工業用加熱工程での利用と考えられるものの化石燃料が安価な現状ではアメリカ合衆国内での用途は限られる。また、用途が類似する太陽熱温水器に対する優位性は不明である。2012年段階でソーラーポンドの温室効果ガス排出量に関するデータは見られない。 ただ一般的に建築材料製造時や建築工事時には温室効果ガスの排出を伴うものの運転中の排出は少ない。2012年段階でソーラーポンドのエネルギーペイバックタイムやエネルギー収支費の見積もりに必要な実測データは得られていない。用途としてアバシリの実証実験を主導した金山らはソーラーポンドが有効に適用できる条件としてとし、 実際の用途として以上を挙げている。一方、ソーラーポンドの設置のためには安価で広い土地があり、かつ日射量の多いことが必要条件となるが、この条件に最も当てはまる現実的な場所は砂漠のような不毛地帯である。このような場所には蒸気のような農業、林業や工業は存在しないし、そこまで温水を運ぶのも現実的ではない。また、 住宅地まで送電線を引くのもコストがかかりすぎる。海水の淡水化については、アメリカ合衆国政府の資金提供で海水を淡水化するためにソーラーポンドを使用する研究を行ったものの、このプロセスでの飲料水の生産コストは非常に高く実用化しなかった。イスラエルでは、アラブ諸国が主要生産国である石油にエネルギーを依存できないという国防上の理由から、 建国以来、ソーラーポンドの研究を推進してきた。1983年には占領下のヨルガン川西岸地区のベートハーラブに発電目的で面積21万平方メートルのソーラーポンドを建設し、発電出力5メガワットを得た。この施設はオルマット社により建築され、1988年まで運営された。インドでは1987年に、 非従来型エネルギー現象の、この施設は1993年に完成し、最高で摂氏70度のお湯を農場に、1日あたり80立方メートル供給することで技術の有効性を実証した。トレイは、この施設を1996年まで運営した後、GDDC に引き渡した。その後この施設は二千年まで稼働したものの、二千一年一月十六日に、 発生したい。アメリカ合衆国では1974年頃から、アメリカ合衆国エネルギー省の支援の下で、ソーラーポンドの研究が行われ、ロスアラモス国立研究所やテネシー側流域開発公社などにソーラーポンドが建築された。またソーラーポンド技術のリーダーであるイスラエルの指導の下で、 テキサス州西端部のエルパソの食品缶詰工場に3200平方メートルのソーラーポンドを建設し、1986年夏から缶詰製造工程の熱源として摂取86度3 0 0ットの熱エネルギーの供給を開始した。1986年7月にランキンサイクルの発電機を追加し、同年9月からアメリカ合衆国で初めてとなる。 ソーラーポンドによる7 0ットの発電を開始した。また1987年5月に低温脱塩装置を追加し、同年6月には1日あたり16立方メートルの脱塩水の生産を開始した。その後1992年に施設は停止したものの、1995年の春に再開した。その他の施設として、オハイオ州マイアミズバーグには、 レクリエーションセンターの建物と水泳プールの熱源としてソーラーポンドが建設された。しかしながらアメリカ合衆国エネルギー以上は1983年に研究開発の資金を提供を終了した。ロイヤルメルボルン工科大学、オーストラリア地質工学者とピラミッドソルト社の3社はソーラーポンドを用いた再生可能エネルギーを使用して 産業用の熱を生産する新しいシステムを実証試験のためにオーストラリア温室効果オフィスから2000年2月に55万ドルの助成金を受けた。ビクトリア州北中部ピラミッドヒルにあるピラミッドソルト社の敷地内で3000平方メートルのソーラーポンド試験設備が建設が始まり2001年6月に食塩の生成工程及び養殖用の 熱エネルギー源供給用に運転開始され、その経済性データが収集された。それによると、北ビクトリアと気候が類似する地域では、ソーラーポンドを使って、摂氏40度から摂氏80度の熱を供給でき、平均的なコストは1グッジョブあたり、約10ドルから15ドル程度である推定された。これは、当時の農村地帯で1グッチョブあたり20ドル以上となる LPG や、 電力消費のピーク時に一グッジョブあたり45ドルの電力使用に対して競争力があると推定される。しかし一グッジョブあたり4から5ドルの天然ガスが利用できる地域ではコスト的に競合が困難である。日本では1975年に北見工業大学、北海道開発局、北見市などの共同研究として北海道網走市ののトロ湖畔に 面積1509平方メートル、深さ3メートルの円形ソーラーポンドを建設して、1977年までの3年間に、わたって実証試験が行われた。その結果、初年度の夏には、約摂氏70度の高温が得られ、陶器で上部対流層が凍結する中でも摂氏20度を、温度を維持できた。18ヶ月間の計測では、 合計日射量は8240グッチョブであったのに対し、抽出熱量495グッチョブであった。したがって、抽出割合は約6%である。収熱効率は春から夏は30%以上と高いものの、秋から冬は負の値であった。つまり、秋から冬にかけては次第に温度が低下していった。また、 池の表面に氷が張ると収熱しない。また、時間とともに、上部は風による拡斑と大流の影響。下部は大流の影響で、非対流層が侵食されて、厚さが薄くなり、また、上部大流層では、物発生や、ゴミによる汚れなどの増加の影響などが原因で、下部大流層まで到達する、太陽光量が減少し、3年目には、夏でも最高温度が、 約摂取50度に止まった。この研究を主導した金山は結論として次のように述べている。ソーラーポンドで蓄熱されたエネルギーをソーラーアップドラフトタワーの熱源とするアイディアが提案されている。食への濃度差を利用するソーラーポンドは雨水などによる濃度変動、非対流層の厚さの変動などが発生するために塩水濃度勾配維持や上部対流層の汚れやもの 発生防止などの保守が必要である。補熱容量を増やすためには、より深い池が必要となるものの、これはソーラーポンドの建設費を増大させる。また、高濃度の食塩水が漏水事故を起こした場合に、塩害が起こりうることなどの理由で、食塩水を用いない各種の無塩型ソーラーポンドが提案されている。 ソーラーポンドで食塩を使う理由は、非対流層で食塩の濃度差によって生み出した比重の差を利用して対流を防止するためである。この他に非対流層に必要な機能は太陽光を透過することである。すなわち透明で対流防止が可能な他の方法があれば、食塩を使う非対流層を置き換えられる。さらに、上部対流層は、 多くの太陽光を透過させるために薄いことが望まれるわけだが、そもそも上部帯流層は非帯流層の食塩水の層を維持するために必要な部分であるため、非帯流層の形成に食塩を用いなければ、上部帯流層も不要になる。また、下部帯流層も食塩水である必要はなくなる。保熱容量を増加させるためには、温まった下部大流層をベッドに貯蔵する蓄熱装置が、 利用される。粘度が高い物質は対流が起こりにくい。この性質を利用して、シャーハー、ウィルキンスラは非対流層に透明で粘度の高い水溶液を作成するために適切な高分子の水溶液を用いた粘性ソーラーポンドを提案した。建物の窓の断熱などに使う服装ガラスや窓に貼る断熱フィルムのように二枚のガラスなどに挟まれた薄い空気層では 対流が起こりにくいため断熱特性が高い。春は非対流層の代わりに空気層を挟んだ透明白膜を多数積層したメンブレンソーラーポンドを提案した。たがによりメンブレンソーラーポンドの空気の代わりに透明で粘度の高い高分子の水溶液挟んだ粘性膜型ソーラーポンドが提案されている。熱容量を増すためにウッ蓄熱装置を付設したタイプや 夜間の三毛の表面を断熱材でカバーするなどといった、よりソーラーポンドの保温性を向上させる工夫が検討されている。なお、池の上に黒色い板を置きそれを太陽光で温めた後で、この熱を水に移す表面集熱型と呼ぶソーラーポンドがあるものの、これは太陽熱で仮想の液体を温め、その上に対流が起こらないそうで、 熱エネルギーを逃さないというソーラーポンドの考えより、貯闘層と集熱器を分離した、ソーラーシステム型太陽熱温水器に近いものである。ありがとうございます。